こんばんは。死因。このゲームはエクスペリエンスさんによって開発されたホラーアドベンチャーゲームです。2017年にプレイステーションビータで発売されて、その後にプレイステーション4、ニンテンドースイッチと発売されてきたんですが、これは今年になって発売されたスチームバージョンです。90年代の東京が舞台で、謎のあざ、印を刻まれた主人公が仲間と一緒になんとか生き残る術を見つけ出すという内容です。J ホラー、日本的なホラーに特化して、作られたゲームらしくて、じわじわじっとりとしたホラー展開が見れるかと思います。アートワークも本当に綺麗で、面白いゲームになっていると思うので、はい。じゃあ、早速やってみましょう。すいません。ちょっと風邪気味で声ガラガラしてるんですが、文章読んでいきますね。ねえねえ、帰りにカラオケ寄っていかない？ラブ&ヒーローの新曲入る日だしさ。うん。今日はそんな気分じゃないかも。さっき気持ち悪い話を聞いちゃってさ。ねえ、聞いてくれる？何々、どんな話なの？あのさ、山口っているじゃん。古典のメガネかけた女の先生。あいつ、いなくなったらしいよ。何それ、行方不明とか？ううん、急に消えちゃったんだって。消えた？図書室でさ。今の女子高生、ルーズソックス履いてましたね。図書委員の子から聞いたんだけど、山口何か調べ物してたみたい。で、いつの間にか姿が見えなくなってたの。けど、あいつって真面目じゃん？挨拶もなしに帰ったのおかしいって、委員の子は思ったわけ。だから、あいつの席を見たの。すいません、ちょっと待ってください。何か調べ物してた。そしたらさ、腕だけが残ってたんだって。変なあざがあったっていうし、山口に間違いないよ。あざ？犬に噛まれたみたいなキモいあざ。前あいつに見せてもらったんだけど、知らないうちに行ってきてたんだって。それってマジ？ミキッチの足にも似たようなあざがあったんだけど。え、ミキってあの、うん、行方不明になってる。なんかやばくない？それもしかしてさ、例の呪いの朝の噂、マジだったりして。やめてよ、気持ち悪い。耳に入ってきたのは、たわいない怪談話だ。恐ろしげに話しているが、本気で信じているわけではあるまい。どうせ家に帰るまでの退屈しのぎだろう。噂など、そんなものだ。そろそろ日が沈みそうだ。あいつを長話に付き合っていたせいで、すっかり遅くなってしまった。急ぐとしよう。これは誰だ？俺は誰だ？遠くで空の鳴る音が聞こえる。目の前に大きな洋館が立っている。おかしい。さっきまでは確か。耳鳴りがして視界がちらつく。
酩酊した時のような不快感が頭の中渦巻いている。今は何時だろう。反射的に左腕を見るが、腕時計はない。コートのポケットにしまったか。だが入っていたのは一枚の名刺だけだった。名刺には流麗な文字で名前が書いてある。九条館主人、心霊治療科、九条さや。裏には目の前の館の写真が捨てられていた。この館は九条館というらしいが。九条館、九条さや、聞いたことがあるような。確かめてみよう。意を決し扉をノックしようとする。その時、右手首に浮かぶそれに気づいた。奇妙な形をしたあざだ。これさっきのあの図書院の先生と同じ。いつの間についたのだろう。それに気のせいだろうか。見ていると得体の知れない寒気を感じる。ちょっと待って、どうやって俺はここに来たんだよ。勢いよく扉を叩いてみたが返事はない。2階の左足の一室に明かりがついた。玄関から距離のある場所だ。ノックが聞こえないのかもしれない。え、開ける。返事もらってないのに開ける。ドアノブを回すと鍵はかかっていなかった。ここで待っていても仕方ない。確かに館の主人には後で謝ることにして、中へ入ることにした。え、待て、俺は何しにここに来たんだ。館の中は薄闇に包まれていた。窓から差し込むかすかな光で周囲がぼんやりと見える。秒針の時を刻む音だけが響き、他に何一つ物音をしない。どうやらここは玄関ホールらしい。2階まで吹き抜けになっている構造のようだ。誰かいないのか。ちょっと待って、まず名乗らないのか。声を張り上げてみたが反応はない。防音がしっかりしていて上の階へは聞こえないのだろうか。ちょっと待って、不法侵入ですよね。ならば2階へ向かうしかなさそうだ。いや、もっといろいろ選択肢があると思うが。正面に階段がぼんやりと見える。そこに向かって広々としたホールを横切る。その時、妙な音が聞こえた。音の聞こえた方へ視点を移すと、闇の中に誰かがいる。じっとこちらの方を見ているようだ。はあ、これセーブとかできねえ。どうしよう。じっとこちらを見ているってことは、こっちには気づかれてるってことですよね。いや、え、人影だろ、ここの住人かもしれないんだろ。じゃあお邪魔しますみたいな、こんにちはみたいな、こんばんはみたいな声かけた方がいいですよね。じゃあ2番、人影に声をかける。おかしくない、おいって。あ、こんばんはとかじゃないんですか。おい、声をかけてみたが黙ったままだ。いや、マジかよ。もう一回声をかけて。おい、ちょっと待って。主人公は
ちょっと声をかけてみたが黙ったままだ。そうか、無理なのか。ちょっと待って、じゃあなんでこの選択肢なんだろう。じゃあ近づいてみましょうか。ごくりと固唾を飲むと、恐る恐る人影の方へ近づいた。人影はどうやら少女のようだ。こちらが近づいても微動だにしない。気のせいだろうか、彼女は呼吸すらしていないように見えた。死体？不吉な早々に背中がじわりと汗で濡れる。どうすればいい？少女に触れる、逮捕だ。いや、触れちゃダメだろ、死体でも。ちょっと寝てる、いや呼吸してない。離れましょう。足元に注意を払いつつ、つまずかないように階段を上り始める。踊り場にたどり着いた時、けたたましい鐘の音が静寂を破った。音は頭上から聞こえてくるようだ。見上げると闇の中にうっすらと時計が見えた。あれが原因のようだが。待ってくれ、俺は何しにここへ来たんだっけ。ありましたっけ。ああ、じゃあ近づいてみよう、見ましょう。2階へ着くと、音を頼りに前へ進む。そこにあったのは古風な振り子時計だ。間違いない、原因はこいつだ。中を調べようと正面のガラス戸に手を伸ばす。唐突に鐘の音が止んだ。静けさが戻り、秒針の音だけがホールに響く。おそらく故障が治ったのだと思うが。故障？このタイミング、果たして偶然なのか。不可解な出来事にしこりを感じつつ、明かりのついていた部屋へと向かった。部屋の前にたどり着くと、ドアを叩いた。だが、返事はない。ノックを繰り返し、声もかけてみたが、やはり反応はなかった。ドアに手をかける。マジか。部屋の中は暗かった。おかしい。外から見たとき明かりはついていたはずだ。何か妙な匂いがする。熟した果実のような甘ったるい香り、それが部屋中に充満している。アロマテラピーだろうか。それにしては不快な匂いだが、匂いに誘われるようにして部屋の中央へと進んでいく。靴底に違和感を覚えた。フローリングの床が濡れている。ふと鼻をくすぐる甘い匂いに別のものが混じっていることに気づく。嗅いだことのある不快で生臭い匂い。閃光に照らされて一瞬何かが浮かび上がった。足元の床に広がる色鮮やかでグロテスクな光景。そこに奇妙な何かがある。選択肢の方がビビる。
目をそらす。ダメだ、現実を見ろ主人公。見つめましょう。あまりの良さに目が離せなかった。群生する怪しき、そうか、それが女の腹を裂き、赤く濡れた姿をぬらぬらと輝かせている。おぞましさに耐えきれず目をそらす。だがまぶたに焼き付いた地獄絵図は脳裏にちらついたままだ。全身が狂え、吐き気がこみ上げる。気がつくと部屋には明かりが灯っていた。誰かいましたよね、さっき。いや、それだけではない。血痕だけを残し、女の死体が消えている。理解を超えた現象だ。全ては悪い夢だった。そう思えば楽だろう。だが、かすかに残る甘い香りと血の跡がそれを否定した。異様な状況から逃げ出すように部屋を後にした。電気ついた。ふらつく足取りで法令へ戻ると、ここにも明かりがついていた。改めて周囲の様子を観察してみる。法令を飾る調度品はいずれもアンティークと言っていい年代ものだ。古めかしい館にはよく似合っている。ソファーの一つに大きな人形が座っていた。闇の中で見た人影の正体はこれのようだ。腕の球体関節さえ見えなければ人間としか思えない。これも館の主人のものだろうか。さて、これからどうする。警察にでも連絡するべきか。女の腹から花が咲いて、死体が霞のように消えてしまった。それが信じてもらえるのなら。だが、ようこそ。びっくりした。人形が動き、喋った。女の死体を見つけた時とは別種の旋律が全身を走る。これまでの自分は怪奇現象の傍観者に過ぎなかった。いわば他人事だったが、今は違う。人間は自分に向かって語りかけている。驚かせてしまいましたか。ここボイスないんだね。そうでしたら申し訳ございません。普段はただの人形のふりをするよう主人に命じられておりましたので。あら、さっきの人形のふりだったんですね。少々は流暢な口調で言葉を紡ぐ。だがその表情は全く動かない。人間に見えるようでもやはり人形だ。人形はゆっくりとした動作で手を組んだ。動くこともできるのか。ご挨拶が遅れました。私の名はメリーと申します。あなた様が見たであろう異変はすでに察しております。我が主人九条さや様は印から逃れることができなかったのですね。九条さや、あの死体のことか。だが印とは何のことだ。主人であるさや様は
印から逃れる方法を調査しておりました。あなた様もその腕の印のことで主人に呼ばれたのではないのですか？どうやらこの奇妙なあざが印らしい。自分は九条瀬谷に呼ばれてこの館を訪れたのだろうか。未だに謎っすよね。なんでここに主人公がいるかっていうの。考えようとすると頭が痛む。亡き主人に代わり、あなた様へお伝えすることがございますか？その前に一つ、お尋ねします。あなた様は、ご自分の名前がわかりますか？何を聞かれるかと思えば、幼児にでも答えられる質問だ。俺の名前は、マジかよ。全身から汗が噴き出す。喉がカラカラに乾いていくのを感じた。なぜ答えられない。自らの記憶の空白に愕然とする。なるほど、やはりメリには心当たりがあるようだった。それを説明する前にまずあなた様のこれからの名前を考えましょう。どうお呼びすればよいかわからないのは不便でございますから。それにあなた様自身も名無しのままでは不安でございましょう。確かにメリーの言う通りかもしれない。名を忍った薄らな存在でいるより仮の名でもあった方がマシか。名前、名前、デフォルトで行きましょう。はい、屋敷。屋敷かそう。このままで行きましょう。はい。お。あ、マジで。ああ。見た目とか決められるんだ。ああ。顎ひげ。メガネ、ヒゲ、ヒゲ、メガネ。武将ヒゲ。あまりヒゲ、ヒゲファンではないので。じゃあ、メガネをかけましょうか。3番。はい。屋敷、仮装、だ。承知しました、屋敷様。では、印について、お伝えすることにいたしましょう。その印は、死の刻印。刻まれた者は近いうちに、命を落とします。信じられませんか？今まで怪異と無縁の世界に生きてきた、あなた様には、荒唐無稽に聞こえるでしょう。しかし、それが事実であることは主人の死が証明しております。これ何かに似てると思ったら、あのザラストファスのクリッカーに似てますよね。あのおぞましい死体と甘い周期を思い出す。確かに人間技とは思えない現象だ。印の恐ろしさはそれだけではございません。犠牲者は死を迎えるその日まで少しずつ記憶が壊されていきます。記憶が壊される。事故は消えゆく恐怖に苛まれながらやがて死を迎えるのです。記憶が壊される。まさか今の自分は。そうです。名前という大切な記憶が失われたのは
死に近づいている証拠。屋敷様、あなたは？はぁ、あ、さて、実績に聞い取られて見えなかった。夜明けを迎える前に、本日の夜明けに死を迎えます。夜明け？じゃあ夜明け前までに何とかしないといけない。あれから記憶が少し飛んでいる。しっかり覚えているのはメリーの宣告を聞いてひどいショックを受けたところまでだ。これも印による記憶障害のせいなのだろうか。気がつくと、九条川の客室で横になっていた。頼りない足取りで階段を上り、ここまで歩いた記憶はなんとなく残っている。いつの間にか眠っていたようだが、おかげで気分はマシになったようだ。今日の夜明けに死ぬか。まず主人公のあざがどこでできたかっていうのもわかんなくて、どうやってここに来たのかっていうのもわかんなくて、でも名刺が入ってたからここに来る予定だったんですよね、主人公は。メリーの宣告を口に出してみる。ショックを受けたのは確かだが、まだしっかりと実感できていない。唐突すぎるし、内容も非常識だ。なんだろう、この館に入ってからも唐突すぎて。だがもし事実だとしたら、自分は夜明けまでただ死を待つしかないのだろうか。メリーに詳しい話を聞こう。まずはそれからだ。メリーは先ほどと同じ場所に同じ姿勢のままでいた。人間と違い待つことに退屈したりはしないのだろうか。おはようございます。おはようございます。屋敷様、ご気分は良くなられましたか？さっきのボイスあると思ったらおはようございますだけだったんだ。気分は良くよくなった。それは頼もしい限り。さて、少し落ち着かれたようなのでお尋ねしたいことがございます。あなた様はこれからどうしますか？私から提示できる道は2つ。1つは座して死を待つ道、もう1つは印に抗う道です。助かるのか？助かる望みならございます。主人である九条さや様は印を調査しておりました。死の数日前、あの方はおっしゃったのです。印から逃れる方法があると。惜しむらくは詳しいことを聞く前に亡くなられたことでございます。結局わからないのか。夜明けまで時間はあります。天から垂れる蜘蛛の糸のようなか細い可能性ではございますが、もしあなた様がそれにかけるならば、私めも協力いたしましょう。さて、どういたしますか？つまりはメリーを信じるかどうかだ。メリーの言葉が正しいなら、自分の命は夜明けと共に終わる。死にたくなければ望みが薄かろうと、その刻限までに印に抗うしかない。メリーの言葉が嘘なら、何事もなく朝を迎えられるはずだ。だが、それでいいのか。常識ではありえない怪奇な方法で人が殺されている。その事実から目を背けるのか。これは生と死のかかった選択だ。慎重に考えなくてはならない。
ーリーチョイス。探索中には死に直面する選択を迫られることがあります。回答には制限時間があり、刻々と霊魂が減っていきます。タイムアップ。5回答で霊魂が尽きるとゲームオーバーとなります。急いで、しかし正しい回答を見つけ出しましょう。はい、霊魂の回復。減少した霊魂のデッドリーチョイスをクリアすると一定値まで回復します。高速表示 Q を押してる。あ、これはシステムですね。では屋敷様にお尋ねします。おとなしく死を待ちますか、それとも印に抗いますか。いや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 、抗うしかないですね。お前の言葉を信じよう。かしこまりました、屋敷様。ではこのメリー、主人の意志を継ぎ、あなた様をお助けいたしましょう。不肖の身でございますが、何なりと仰せつけくださいませ。メリー、すごい言葉遣いが丁寧で、美しいですよね。だが、覚悟は決めたものの、何をすればいいのだろうか。怪異の知識どころか記憶すらない。自分には、微塵も見当がつかない。だが、今は迷っている時間すら惜しい。さあ。玄関の扉が叩かれた。こんな夜更けに、非常識な客をいたわれた。お前が言うか。おや。これも巡り合わせなのでしょうか。あなた様以外の印を刻まれた者、印人が訪ねてきたようです。メリーにはそれがわかるらしい。喋る人形だけに何か不思議な力があるのかもしれない。あの屋敷様、申し訳ありませんが、私の代わりにお客様を迎えていただけますか。私のような人形がお出迎えしたら驚かせてしまうでしょうから。まあ確かに。それに腕を動かすくらいならともかく歩くことはできないのです。あれ、さっき部屋にいなかったっけ。訪問者を迎えるため玄関扉へ向かった。自分と同じく死の運命に遊ばれる印人、果たしてどんなやつだろうか。訪問客は深夜の時間帯にそぐわない顔ぶれだった。はぁ、女子高生。小さな男の子だ。まさか、この子供たちが印に。あの、九条瀬谷様に用事があって来たんだけど、おじさん誰？館にいる以上、真正直に赤の他人というわけにもいかない。俺は、ちょっと待って、セーブしたいんだけど、まだできないですね。ちょっとなんか、館に来てから唐突で、俺は誰、ここはどこ、俺は何をしに来たのみたいな、そんな疑問がずっとあったんですか。まず、印人だよな、自分と同じ境遇の人。いや、恋人ではない、親戚でもないし、弟子でもないんだが。わあ。弟子だと、なんかちょっと詳しいみたいに、考えられると、あれなので。じゃあ、親戚？
あ、お兄さん、なんだ。確かにさや先生と目元が似てる。マジか。庄司は九条さやのことを知っているようだ。そういえば、九条さやの名刺には、心霊治療家とあったが、彼女の身につけたグッズを見る限り、心霊方面のファンかもしれない。ちょっと待って、ね、X で、あ、消える。いろいろついてますね。五円玉。待って、おわら人形。私、渡辺萌えです。さや先生が月刊オーバーズに出した記事のことで相談に来たんだけど。バッグから取り出したオカルト雑誌を開く。そこには、例のあざ、印の写真が掲載されていた。その横に書いてある内容は、このあざには記憶障害の霊障がございます。あざのある方は、一度九条館までご相談ください。あのさ、そのあざってこれだよね。そう言うと萌えは、足をよく見えるよう、スカートの裾をめくり上げた。あらわになった右足の太ももには印が浮かび上がっていっちゃうで、そんなところにあざができるんすか。記憶障害の霊障って書いてあるけど、心当たりあるんだ。最近ね、物忘れが激しくなって、友達の名前がすぐに出てこないの。そんなこと今までなかったんだよ。やっぱこのあざのせいだったりするの。そんなの嘘に決まってますよ。黙って話を聞いていた少年が口を挟んだ。少年だったんですね。パッと見少女に パッと見少女にも見えますが、今の時代ね、霊とか呪いとか子供だって信じませんよ。高校生にもなってちょっと恥ずかしいですよね。けどさ、司くん、君だって九条館の門の前をうろうろしてたじゃん。左手のあざのこと、本当はビビってるんでしょ。つかさと呼ばれた少年は不機嫌そうに黙り込む。どうやら図星らしい。二人が印人なのは間違いなさそうだ。メリーの元へ案内することにしよう。メリーを見た萌が広い声ではしゃぎ出す。わ、かわいい。確かに。これ、ドールってやつだよね。こんな大きいのもあるんだ。細いところまでしっかり作られてますね。まるで生きてるみたい。司が感心していると。ようこそ。これはビビる。うわ、喋った。こうして二人の幼い訪問者も足を踏み入れてしまったわけだ。死と隣り合わせの怪異の世界へ。落ち着きを取り戻した萌えと司に印のことを説明する。徐々に消えていく記憶、近いうちに訪れるし、嘘のような話もメリーという超常的な存在から語られることで重さを持つ。二人の顔は次第に青ざめてきた。さて、お二方、さあ様の記事を信じわざわざ九条館を訪れたということは、記憶が失われる症状について心当たりがあるのですね。もやもちろんのこと、司も暗い顔して押し黙ったままだ。つまりはそういうことなのだろう。なあ萌、一つ確認なんだが、君の印、どこでついたんだ？この子たちは、自分ほど記憶の欠落はひどくない。何か覚えているかもしれない。もしかするとだけど、私の印って、花彦くんの呪いなのかも。
花彦君。聞いたことがございます。この町の子供たちの間で噂になっている幽霊ですね。亡き主人も興味を持っておりました。九条星が興味を持っていたのか、印と関係あるかもしれない。その花彦君のことを聞かせてくれ。承知いたしました、屋敷様。では、お話しいたしましょう、花彦君のこと。ねえ、聞いた？ H 市のあちこちの学校で噂になってる例の男の子の幽霊、花彦くんまた出たらしいよ。その花彦くんなんだけどさ、夜学校の鏡を覗くと現れるらしいの。でね、質問してくるんだって。その時、いいえって答えたら大丈夫なんだけどさ。いいえって答えたら大丈夫。はいって答えちゃうと。赤いの。そう言い残した花彦くんは消えちゃうの。でもね、それで終わりじゃないんだ。花彦くんは、大人が嫌いでね。もし質問した人が大人だったら死んじゃうらしい。それも変な死に方でさ、体中の血液を抜かれてたらしいの。これ、たまに出るあのカットシーンみたいなの、自動で文章を送られるんですよね。得てして噂とは歪みやすいもの。人から人へ伝播するうちに勘違いや思い込みも混じるでしょう。確かに。ですが、真実を含んでいることもございます。萌様、あなたは何かご存知なのでは？私の印ってさ、 H 小学校で花彦くんを調べてるときついちゃったみたいなんだ。これは印に関する手がかりだ。萌に詳しい話を聞く必要がありそうだ。ああ、セーブしたい。まだセーブできない。セーブできないんだよな。どうして小学校に花彦くんはいたのか、印にいつ気づいた。どうして小学校に。心霊系の記者の目指しててさ、生でユリを見たいと思ってたの。つまり好奇心だよ。 H 小学校で花彦くんを見たって投稿をオカルト雑誌で見つけてね。普通の小学校に入るのはまずいけど、 H 小学校ならいいかなって。だってあそこは廃校だもん。次は何を聞こうか。よかった、選択肢じゃなかった。全部選べるんですね。じゃあ花彦くん、いなかったと思うよ。実を言うとよくわかんないんだ。噂になってる鏡の前まで行ったんだけどさ、急に背筋がズワッとして怖くなって帰っちゃったから。間違いなくいましたね。印にいつ気づいた。家に帰ってお風呂に入るときよ。太ももを見たら変なあざがあってさ、マジでびっくりしたし、すぐさや先生の記事にあったあざだって気づいたんだけどね。大体の事情は聞けた。花彦くんがいるかどうかは曖昧だが、小学校から帰ってきたら印があったのは確かだし、
もしかするとですけど、司が自分の左手をちらりと見る。僕のも鼻低くのせいかも。これに気づいたの、 T 小学校から家に帰った後だったから。花彦くんって HC のいろんな小学校で目撃されてるんですよね。萌の話を聞いて何か思い出したらしい。スカスからも話を聞こう。 T 小学校、僕の通っている学校です。 HC で一番偏差値の高い小学校ですし、当然知ってますよね。っていうことは秀才くんなんだね。次は何よ。時間は確か日は沈んでましたっけ。家に帰る途中、忘れ物に気づいて学校へ戻った時です。次は何を聞こうか。花彦くんを見たのか。それは見てないです。特に寒気とかも感じませんでしたし。あ、でも鏡の前は通ったかもしれません。家に帰る前トイレに寄ったから。司から聞ける話はこんなものだろう。花彦くんの噂と二人の話にはいくつか共通する点がある。偶然の一致とは考えにくいが、花彦くんの現れた場所を調べてみる必要がありますね。あなた様だけではなく、お二方のためにも。調べると言っても、何を調べると言うんだ。死と生とは同じ場所にあるもの。もしそこで印が生まれたのだとすれば、それを消す術もそこにあるはず。なるほど。探し出してください。印の呪いを消滅させるための鍵を。逃れる術はそれしかありません。いつまにか大層な重荷を背負わされているようだ。さて、花彦くんは H 小学校と T 小学校2カ所に現れたようですが、どちらを調べましょうか。 H 小学校、待ってくれ。深夜の学校に入ったら不法侵入で捕まりそうだが。いや、でも T 小学校、ちょっと T 小学校選んでみようかな。え、マジで言ってる。最近は不審者が多いから夜の学校の警備は厳しいんだよ。おじさん、見た目が怪しいし言われちまったよ。敷地に入った瞬間に逮捕されるかも。それはまずいな。失礼な話だが、言ってることを正論だ。廃校の一小学校に忍び込む方が安全だろう。じゃあ早速行こうか。よろしくね。君、ついてくる気か。そりゃそうだよ。私、花彦くんを見るの諦めたわけじゃないし。萌がニコリと笑う。単に楽観的なのか、それとも強がっているのか。いや、怖がってる雰囲気はないですよね。なんか、すげえ頼もしい。僕も行きます。おいおい、君まで本気か。だって、自分の命がかかってるんですよ。おじさんが失敗したせいで、僕が死ぬなんて嫌ですから。可愛い顔してなかなかいいものだ。だが子供を連れていくのは。屋敷様、その躊躇は理解できます。ですが、印は子供であろうと容赦なく牙を剥き命を奪うでしょう。彼らが印に抗うというのなら、その意志は尊重されるべきかと。怪異の住まう世界では人の世の常識は通じないらしい。生き残るためにはいろいろと腹をくくる必要がありそうだ。ただ連れて行く印人は一人だけにしておいてください。大勢で行くと会員に気づかれる危険性が増しますから。あと道中はくれぐれも未熟さを食わぬようお願いします。外の人間との不要な接触は印の進行を早める可能性がありますので。待て、外の人間っていうのはこの館の外の人間っていうこと。やむを得ない場合を除き、最低限に控えてくださいまし。
ってらっしゃいませ。これ部分的にあのボイスが入るんですね。まずは同行者となる印人を選択しましょう。印人の選択はパートナーから行います。そうだおじさん、メリーちゃんから聞いた話ちゃんとメモした方がいいんじゃない。おじさんの記憶は怪しいって話だし、忘れちゃったら大変だよ。その通りだ。またいつ記憶が飛ぶかわからない。会に関する証拠はメモしてファイルにまとめておこう。それがいつか自分たちの命を救ってくれるかもしれない。あのグッドエンディングバッドエンディングあるらしいんで、全部で6章まであるらしいんですけど、5章までグッドエンディング迎えないとあの最後の6章は見れないっていう話だったので、はい、なんとかグッドエンディング迎えるためにも資料を隅から隅まで見る必要があるらしいです。花彦くんの噂、会に関する重要な情報は会ファイルに追加されます。会ファイルはバックから確認できます。困った時は参考にしましょう。はい、あ、そうだそうだ、はあ、やったやったやった、全部できる。ちょっと BGM 大きかった。ペーパーナイフ、純金製のペーパーナイフ、なるほどなるほど、アイテムで使えるんですね。ちょっと長いですが、おさらいのために全部読みますね。不要でしたらスキップしていただければと。印の噂、東京都一、その町に印を持つ者は死ぬという怪奇な噂が広まっていた。ある日突然体に刻まれてしまう異様なあざ、それが印だ。あざが現れる原因はたたりや呪い、知らぬ間に幽霊に遭遇したせいなどと言われ、あざを持つ者は遠からず死を迎えるという話であった。そしてそのあざは気がつけば俺の腕にもあった。だがそれだけではない。俺はあざに気がついた時にはどういうわけか記憶を失っていた。そんな俺がたどり着いた場所が九条館という怪しげな予感、この館っすね。そこで印の犠牲となった霊能者九条さやの遺体と言葉を話す謎の人形メリーと出会った。さらに俺と同じ死の宿命を持つ二人の印人を加わり、印のついた原因を探すこととなった。それはまずこんな階段の調査からだ。花彦くんの噂、 H の学校でささやかれているとある階段話がある。誰もいないはずの学校で鏡を見るとそこで異様な姿をした子供が現れるというものだ。巷でささやかれる噂によれば、花彦くんの質問には絶対にうなずいてはいけない。花彦くんの質問には絶対にうなずいてはいけない。全部の質問に、質問全部ってことでしょうが、花彦くんの質問には絶対にうなずいてはいけない。そしてなぜか彼は大人を嫌っているという。果たして噂の真相は。調査のため萌が印を受けた廃校へ向かうことになった。よし、ポイントは花彦くんの質問には絶対にうなずいてはいけない、大人を嫌っている。よし、主人公は気づいたら館にいたと。それまでの記憶は全く分かんない。渡辺萌、女性、高校生、オカルト好きの女子高生、 H 小学校で出身をつけられ、霊能者である九条星の助けを求めて九条館へ。少々変わり者だがいつも明るく快活でマイペースな少女。あー、なんて言うんだろう、これ学校でしてたら結構浮きそうだけどなんかいらない心配してしまう。マスコット的なキャラとして愛されてほしい学校で。吉田司、男性、小学生、名門私立小学校に通う小学生男子。裕福な家庭で育ち、誰にでも丁寧で礼儀正しいが、こらえ性のないところも。危険が間近に迫ると自己中心的でわがままな本性が顔を覗かせる。え、今変わった顔、びっく
くりした。そうだ、今一番、今ゲーム始めて一番びっくりした。普段は礼儀正しいけど、危険が迫ると自己中心ってままな本性。これ大事ですね。覚えておかないと。怖え、怖え。めちゃくちゃ怖え。顔変わんのかな、これ。変わんない？変わんないが。司だけ変わるの。すげえ、顔変わる。これクリックしても変わんないですもんね。よし。じゃあ、経過。この能力値は、割と、関係ないって言ってました。攻略には関係なくて、このキャラクターの個性を表す数値として、あるらしいです。おじさんって言われてたけど、確かに、20代後半くらいでしょうか。トーク。よろしくお願いいたします。印人とともに H 小学校へ向かい、花彦くんの調査を行ってください。連れて行く印人は萌様と司様どちらかのみでお願いします。マジか。大勢で行くと会員に気づかれる危険性が増します。道中は道草を食わぬように。外の人間との不要な接触が印の進行を早める可能性。マジか。あんまり会っちゃいけないんだね。あ、どうしよう。オカルト好きの少女、吉田司。待て。自分がもし、屋敷の立場だったらっていうのを考えると、高校生と小学生どっちかと言って、もし自分のパートナーに何かあったら、その責任って、俺の責任になるんじゃないかなって。もし、呪いで死んだとしても、一緒に行った大人の自分が守れなかったってなったら、それは、社会的に俺が死ぬんじゃないかなと。もし花彦くんの呪いに勝っても、パートナー死なせたら俺死ぬなと。なんかそんないらない心配をしてしまう。ってより、こんなど深夜に小学生と高校生が来て、親御さんは知ってるんでしょうか？いや、多分、それは、ちゃんと言ってきたのかな。いや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 。司でも、あんまり危険が迫ると、ちょっとパニックになるっていう話でしたので、頼もしそうな渡辺さんと一緒に行こうかな。渡辺さん。はい。ですよねー。あ、アンラック。よし、じゃあ。さて、H 小学校へ向かう方法だが、メリが言うにはガレージにある車を好きに使っていいらしい。九条家のガレージは館の離れにあった。照射な空間にはそれとよく似合う高そうな乗用車や自転車が並んでいる。幸い車のキーはテーブルの上に無造作に置いてあった。早速出発しよう。さ、メリーちゃんの話だと、おじさんって記憶をたくさん失ってるんだよね。そんな状態で車を運転できるの？確かに。萌が疑わしい眼差しをこちらへ向ける。大丈夫。問題ない。はずだ。懐かしいな。許しただい。ハンドルを握っていれば、そのうち思い出す。大丈夫かよ。半分は自分に言い聞かせていた。それにさ、免許を持ってないよね。確かに。おまわりさんに見つかったら花彦くん調査どころじゃないけど。もっともな話だ。だが命がかかっている以上、手段を選んではいられない。印が消えたら記憶も戻るだろう。その時に再発行してもらうとするよ。ちゃんと免許を取ってたら、だから。あ、それも忘れてんだ。うわ、すっごく不安になってきた。だな。くれぐれも安全運転でよろしくね。これ待って。会員の調査じゃなかったら、女子高生と二人でデートみたいな。会員の調査じゃなかったら、これはテンション上がる感じですけど。いや、でも、パートナー死なせたら、俺の死を意味するので、
絶対にパートナーを死なせないように。じゃあ A 字マーク行きましょう。待って、この H はモーレが気になる。人の体というのはよくできている。本当に運転できるのか、ガレージでは少々不安だったのだが、実際にこうしてハンドルを握ってみると、もはや不安などの入り込む余地はない。考えるより早く、体が機敏に反応して、この鉄の塊を見事に操っていく。いや、よかった。だがそうなると今度は、やれごとのなくなった考えの方が、鎌首をもたげ始める。ねえ、おじさんさ、こちらの沈黙に耐えかねたように、萌が口を開いた。さっきまでの元気もどこかに行ってしまったようだ。記憶が消えていくって、どんな感じ？答えるに困る質問だ。どんな感じと、全部一気に消えるの、それともバラバラに。悲しい思い出だけが残るとかだと嫌だと思って。そういうわけではないと思うが、進んでいるのか後退しているのか、元の状態がわからないので、何とも比べようがない。そういう意味では消えるというより、空白で塗りつぶされた。そんな感じだ。そっか。おじさん大人だね。いつも落ち着いてるし。会話が途切れ、路面を舐めるタイヤの音だけが車内を満たした。そうするとまた次から次へと頭の中へ考え玉がよじ登ってくる。とにかく例の鏡を見るとして、その後は何をすればいいんだろう。わかる、おじさん。萌はちらりとこちらを見た。さあな。自分の名前すら思い出せない男にそんなことを聞くのが間違っている。頼むってはおじさんが頼りなんだからさ。そうだ、大人はおじさんしかいないんだから。なんとでも言ってくれ。相手は子供だ。さすがに言葉にしなかった。が、それが本心だった。ハンドルに乗せた両手の間にじっと目を落とす。館の人形、印人。印、貝。そして機械なし。次々と湧き上がってくる想念に押しつぶされそうだ。暗い道の先に何が待っているのか。ハンドルの上で警告するかのように手首が小刻みに震えている。頭には分からなくても肉体はとっくに感づいているのだ。死に近づいていると。それがあるのかはもはや問題ではない。問題はどれくらい先にあるかだ。あとどれくらい？危うく声を上げそうになってとっさに息を飲み込む。多分もうすぐ。あれ、思ったより近くない？ああ、そう、その通りだ。いつだってそれは思ったより近くにあるものさ。お、月明かりに浮かび上がった校舎は不気味な佇まいを見せている。廃校となってからすでに数年が経過したらしく、校舎の壁のあちこちにひび割れ、ガラス窓も
すっかり割れてしまっているようだ。ちょっと待って、2、3年でこんな廃れる？校門の前には関係者以外の立ち入りを禁じるための太い鎖が張られている。ちょっとちょっと、誰だ？元気のいい声とともに現れたのは警備員の制服を着た男だった。どうやら巡回中の警備員に見つかってしまったようだ。ここは市が管理している場所だから立ち入り禁止なんだ。知ってるでしょ？それとも何？最近よく心霊スポットで肝試しをする連中がいるんだけど、あんたらもそうなわけ？違うよね。あ、これ選択肢でセーブってできないっすね。いや、待て。いや、違うって言ったら、じゃあ何しに来たって。なあ、どうしよう。いや、違うって答えたら、じゃあ何しに来たんだってなるんで。あ、いや、ここが心霊スポット。すっとぼけて。ああ、違うよね。あ、その通りだ。萌は力強く首を縦に振った。うん、ダメだって分かってるんだけど、なんだか惹かれるんだよね。やりとりを見て警備員はため息をついた。おいおい、最近あんたらみたいなの多くて、こっちは困ってるんだけどな。とにかくこの学校は立ち入り禁止だから誰も入れないよ。着任当日に面倒事は真っ平だし、早くここから立ち去ってくれ。いいね。警備員はブスブス言いながら廃校の中に入っていた。その姿を見送りながら萌がつぶやいた。ち、前に忍び込んだ時は警備員なんていなかったのにな。見つからないようにしないとね。怪スポットでの移動。なるほど、方向キーで。地図で自分の向きと移動できる場所を確認しながら先へ進みましょう。ちょっと待って、さっきの選択肢で、いや違うって答えた方が良かったかも。おう、おう、おう、あ、なるほど。あ、これで、これは分かりやすい。 OK？ あっ、じゃあ廃校デートっすね。じゃあ行きましょう。